はい、フォトジェニック中村さんからいただきましたね。同じ部屋になって飛んできましたということで、なんとこの事前練習していたらですね、同じ部屋にいた方がですね、私にね、同じレースになってくださってね、まさかのチャンネルを多分ね見てくださっているという状況。そしてフレンドに先ほど鳴らしてもらいました。多分です。その人かどうかは分かりません。はい、ただタイミング的にこの人でしょう。フォトジェニック中村さん、よろしくお願いします。ぜひ長い間できればねいていただけることを祈っております。そしてこんなタイミングではなんですが、私一眼レフがちょっとメモリーのせいなのか分かりませんけど、録画できないことが先ほど発覚しまして、先ほどですねフルパワーでもう一試合撮ってるわけです。ですけどもう一試合頑張って撮ってます。うん、ね、なんか表情系結構頑張ってたんですけどね、カメラに一切録画できておりませんで、まあなので、まあ撮り直すかということで撮り直します。だけどさっきのねレース、最終コーナー回って、まあ、3位で着地という、まあ、かなり微妙な結果でした。これを踏まえて、アキナがやらなければならないこと、まあそれはやはり1位を取ること、そして、以前クリアした際、私はこのステージでクリアしています。一度クリアしているステージでもう一度クリアするということはとてもとても簡単な話ですよね。はい、ですので今回は必ずクリアできるんじゃないかと、そういうふうに思います。そしてなんならですねこの取り直し3回目でございます。なんでかっていうとね、1回目の取り返しの時にね、取り直しじゃないね取ってる時にね、宅配便が来たのね。すごいよね、ミネラルウォーターがアマゾンで買える時代なんだから。はい、ということでその取り直しを来てね。